私たちハンドソープレスが企画しているジンのお祭りでたくさんの表現者、アーティスト、デザイナーや出版社の方とか、まあ、いろんな人が集まってフリーマーケットみたいな芝生を結構自由に使えるってことで、ここも公園のようにで、リソグラフの印刷機も持ち込んでワークショップやったりみたいな、ものづくりにフォーカスして祭りを企画しています。誰でも出版社になれるし表現者になれると、好きなものを作ってこう自分で売り値も設定してこう自分でこう全部やっていくのって大事なことっていうか、そういうのをなんかまあ気軽にできるようにしていきたいなと思ってますし、なんか大人になるとあんまり友達ってできないじゃないですか。なんかこういうものを通して友達になったりとかっていうのは意外とやっぱりすごい救われてるっていうか、来場する人にもやってみたいっていう気持ちになってもらえたら嬉しいかな。